始まりました。今回はどっちが鎧の作れるでしょう。もうめっちゃストレートな企画になったな。今まではね、なんかこう隠してはいたのに、エロにこだわりすぎて、もうどっちがエロいの作れるでしょう。今日髪ねんの張ってきた。どっちがそう、よりエロいのを作れるかっていうだけ。シンプルに、めちゃくちゃシンプルやろ。まあちょっと紙粘土たくさん種類あるんで、これをふんだんに使いつつ、どっちがエロいのを作れるか。いや楽しみ。でも私やっぱものづくりの企画大好きやから。いや俺も大好きだよ。やっていきましょう。レッツゴー。じゃあちょっとまずはお互い作ってるの見れないようについたてをします。安っ。待って画面見たらわかるな。本当だ。画面見ないようにしよう。オッケー。じゃあまず何色からいこうかな。そうだね。何色からいく。俺は白。うわぁ。私薄ピンクからいくわ。いけた。そういえばあのケツのやつは何、どうしてんのかな。あった？なかったね。捨てたかも。ひどい。うわぁ。紙粘土。すんごいニュース。ちょっと今日はこいつはちょっと取っておきます。うわ、すげえ匂いする。臭い。臭い。でも、めっちゃ楽しいかも。もう作るもの決まってんの？もちろん。お三日三晩考えた。うん。モザイクそれあり。モザイクしてる、もちろんあり。俺モザイクないとできないぐらいの、ものにしてるから。さ、でもエロって言ってもね、それは人それぞれ表現の仕方ありますからね。確かに。最終修正に判断してもらいましょうか。そうだね。どっちがエロいか、どっちがエロいか。ふんだんにやっぱ色は使っていきたい。いや、そう、カラフルが絶対にいいなと思う。そうそう、カラフルがいいと思う。俺も正直言って、どれぐらいエロい斉藤のそれは。なんだろう。私の、100億点。100億点とかなんだろうな、どう言えばいいんだろう。むずいな、この感情。親には見せれない。前に見せないね。俺も絶対に見ないでほしいし、親には見せれないぐらいのヤバいやつ。白ちょうだい。嫌な大人になっちまったな、なんか。嫌な大人とか言うなよ、お前。いい大人ならやりたいことやってそう。おかしいよ、もう。何がおかしいの。おかしい。こんなの作って。いや、私ね、今回本当に、考えたの？なんか考えたけどさ、なんかその設計図、設計図まで考えたんだ、しっかり。設計図というか頭の中でね、考えてはいたんだけど、これを今から作るのかみたいな。そうは。それはお前さ、その子に対して失礼だよ。今から作るその子に対して。ああ、生まれてくるね。芸術に罪はないってさ、よく言うよね。まあ言うね。本当その通りだと思う。俺も割と作品至上主義みたいなとこあるから。ああ、なるほど。良ければもうそのコンクール出す。エロコンクール。小田選手。はい。完成しましたか。完成しました。じゃあ小田選手の作品いきます。こちらです。チンポコ山と、なめじた。下？ああ、ほんとだ、これがベロだ。これはあの、チンポコ山のですね、あの、噴火を描いた作品でして、こちらですね。すごい作品だ。なめじたが。ごめんなさい、こっち、鼻があって、はい、口があって、ベロがビヨン。うわ、すごいですね。規模がすごい。スケールがやばいね。スケールが大きいですか。ここで川ができる。川っていうか海が。まあ湖にこう白濁としたチンポコ山のね、で精霊が生まれるの。そうです、そうです。これがあの命のスープになるという。なるほど。これはもう伝説の人間の起源と、どこかで言われてるとか言われてないとか。こだわりはですね、やっぱこのここですね、この混ざる感じをちょっと表現するの頑張りました。エロいわ、これはさすがに。確かに、あとここのあのこのアングルすげえいいわ。
あ、ほんと？鼻口がこう出てベロ、あ、そうそう、これが、それ、そういう風に撮ってほしいな。いいね。でもやっぱこの辺に住んでる人は、多分こう見上げると、こんな感じなんだろうね。作品でございます。素晴らしいです。ありがとうございます。なかなかにエロい。はい、ミネさんの作品でございます。こちらですね。お、何ですかこれは。昔見た AV です。何ですかこれ、ディスマン的なことですか。ディスマン違いますよ。ああ大浴場で、はい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 、金髪ギャルが、ああ、なるほど、こう男性型で、これ手前がもしかして女性ですか。そうです、手前は女性なんですよ。ああ、なんかすごい、本当だ、なんか夫が出てる。うん、これはエロいですよ。もうエロいとかいう問題じゃない。これはすごいですね。もうこれをさ、うん、小学校の時とかのさ、粘土の授業で作ったら、うん、いやもう部長怒られるよ。部長怒られるっていうか、この子が心配だよね。これはね、職員室行きだよ、とりあえず。これでも面白いですね。なんか物語が見えるわ。ね。うん、これ楽しい。ちょっとシュー呼びますか、じゃあ。シューセー。シューセー。ごめんね、なんかね。今どっちがエロいのを作れるでしょうっていう企画やってたんだけど、はい、どっちがエロいかジャッジしてほしいんだ。審査員、エロさっすよね。エロい、どっちの方がエロか。こっちっすね。おい、来ました。お前は裸に負けたな。違う違う違うっすよ。裸に弱いな。やばいよね、あんたは。ごめんなさい、本当にわかんないんですよね、これが何なのかっていうのが。あ、説明じゃあ。エロさとか、これは通り越して、かのちんぽこ山が噴火した時の、これすごくやっぱ鼻で口でベロらしい。あ、ほんまや、なんか白いのめっちゃ出てる。もうこっちの方がなんかちゃんとなんかやっぱちんこがめっちゃ赤いんで、全部赤いんだよな。めっちゃ赤いんだよ。ちょっと図工の先生だとしてさ、生徒これ作ったとしてさ、ちょっと怒ってよ、はい、怒る、怒るじゃん、さすがに自由に作ってやつでも。そうっすね。多分怒られるのマジこっちっすね。まあ、さんこれギリセーフか。でもこれはなんかあんま分かんないというか、抽象画みたいな。そうですね。芸術に走ってるね、みたいな。そうですね。そっちで逃げれるもんね。おい、ミネ。はい。これお前なんだお前。いや、これ昨日見た AV です。ダメだろ、そんなの。え？お前。ダメなんですか？いや、ダメだろ。もともとあれ作品だろ。そっか、作品を俺の作品にしちゃったから先生怒ってるんですね。そうだ、ズラ工作っていうのは自分の頭の中のそうです、そうです、当たり前だろ、斎藤の見てみろ、お前。これはオリジナルで作りました。すごい、こいつの頭の中が表されてる。先生ありがとう。よかったですね、うん、じゃあ優勝はミネ君ということでした。はい、残念。でもまあこの家に全部寄付するんで。そうだね、先生この家に全部寄付だから。いらんわ。前もなんか、お尻、ケツ掘ったやつ、トイレの扉の内側に。これトイレ飾ろう。夜中にあれ開けてめっちゃびっくりしました。今日はこんな感じです。バイバーイ。